というわけでね、じゃあ今回なんだっけ、ワンピースモッドで、前回なんでこんなところに来てるかというと、前回から突然前回のねワールドがちょっとなくなっちゃったということで、もういっそのことこのワールドでこのマインクラフトのワンピースモッドを堪能していこうかなと考えて、ここにねワンピースモッドを持ってきた結果が、はい、これですよ。バージョンを1個戻したから、ちょっと砂岩の赤い砂岩のデータが書き換わって、これ全部でんでん虫に変わってしまって、さっきまでちょっとでんでん虫退治の処理をしておりましたということで、次で今からやろうと思ってるのがね、今ここでうっすらと見えてる四方の塔、あそこにね CP9 をがっつり集めてね、このエニエスロビーエピソードを今からワンピースモードで堪能していこうという作戦です。作戦魂胆です。計画です。で、まあまあ自分が月砲を持ってるのはまあただ単に個人的に楽しいからって、まあ、これちょっと戦いに使うことはないかな。じゃあ早速エニエスロビー第1回戦目として、とりあえずね、塔に到着する前にこの場所でちょっとね、ウォーミングアップしていきたいということで、バスターコールの際に現れたあの中将モモンガとちょっと腕鳴らし一戦やってみましょう。全然ね、強さとかサバイバルでやるの初めてだから、全然ね強さわかんないんですが、じゃああえてちょっと高いところから脅かしてやろう。出てきた瞬間、おお、足が、いくぞ。第1回戦目モモンガスタート。もちろん真っ先にこっち来るよね。速度はそのままだ。もしかしてゴリ押し系か。さあ、攻撃の範囲は普通のモブと一緒で、あんまり繊維が感じられない。はい。強かったね。まあ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 、夜ってのがね、そもそも、ダイヤ剣の3倍くらいの攻撃力で、ちょっとチートだっていう部分はあるんだけどね。強かったな。強かったな。ああ、まあ、どれだけ強いかというと、ね、これだけ強いですからね、もう。構えすぎたかなっていうのがありますかね。まあ、これ以上、強い武器を持つことはないことにしますよ。持つことはないことにしますよ。やったよ。じゃあ、いよいよ、乗り込んでいくぜ。四方の塔へ。まず四方の塔、第1回戦。ちなみにね、ちょっと断りしておきます。クロワビーじゃないわ。CP9 のね、雑魚敵はね、ちょっと未完成みたいで、テクスチャーがまだ完成してないらしいです。なのでちょっと出られない。しまった、出口を作ってねえ。ここ夜でも切れないこの鉄。じゃあ一番最初にね、この四方の手に入ってきていきなり現れたのがフクロウなんだけど、フクロウはね、この黒いスポナーはね、全部テクスチャーだけ未完成です。そこは一応形としては完成してるけど、形だけフクロウで、ちょっと見た目、色がついてなかったりするかもしれないっていうことだけ、渡っておきます。じゃあ、一回戦目。フクロウ。フクロウが召喚した瞬間、乱脚を叩き込みますわ。行くぞ。はい。はいはい。まあ、色はすごい、早っ。え？ CP9 ちょっと待って、俺防具してたよね。やめろって腹筋叫ばれる。え？はい、ちょっとね、話が変わって。あれ？モモンガの後のあれ？モモンガの後のあれ？ちょっと待って。いきなり想定外、いきなり想定外。さっきのは倍速かな？気のせいか。よし！ゴムゴムのルフィになったので、ゴムゴムのルフィ。なんだそれ。まあ、いいや。とりあえず武器を増やして、なんと、ゴムゴムのガトリング。ちょっと楽しみだ。ゴムゴムのガトリング。おお！ゴムゴムのガトリングだ。ちょっとクールダウン長いな。そして、ギアセカンド。ギアサード。
ゴムゴムのピストル、ゴムゴムピストル、ボン、ゴムゴムのガトリング、弱そう。ギアセカンド、じゃあ行くぞ。早いぞ、こっちだって。さっきはね、敗因としては速度がね圧倒的に、ああジャンプ力激しい。よし、行くぞ。あ、さっきの荷物どこ行った袋。じゃあもう一回、ちょっと強さが思ったのの100倍ぐらいちょっと強かったんで、まずはギアセカンドで逃げ足を上げておいてから行くぜ。防御は完璧ですね。行くぜ。ほい、まずは攻撃が当たった。はい、お前らちょっと強すぎじゃねえか。ノロノロだ、ノロノロだ。ノロノロで遅くすればね、こっちも好きなだけ叩き込めるはず。お疲れ様でした。ノロノロビームだったらちょっと相手の速度を遅くできるから、ひたすらそこで攻撃を当てればね、正気ありよ。じゃあちょっと待って、俺何のために防御してんのか分かんなくなってきたんだけど。いたバリバリってダメージ与えれるのかな。もういた、ちくしょう。あ、トリトリ並み。ちょっと待って、トリトリ並みだったら相手から攻撃を受けることないんじゃない。てかもういいわ、防御意味ないじゃん、何の意味もないじゃん、もう。で、お、かっこいい、チョッパーじゃなくなってる。やった、これで飛べない。来た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 、乗れ袋。俺はちょっと、何これ、よし。さあ、ファルコンが剣を持ったぞ。フクロウいない、鳥対決。そうそう、フクロウ対ファルコン、そうだね、鳥対決だ。こんなものより俺は空が好きだ。行くぞ。ほい、あのテクスチャだからこそより怖い、わらわら。逃げた、すごい勢いで逃げたぞ今。あ、賢いな、もしかしてあいつ、え、マジで逃げた。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでいなくなった。念のため、装備したわ。え？ちょっと待って、マジでありえない勢いで逃げてたよ。あ、いた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 。さあ、来い。もらった。これ、勝ってる。見よ、この絵。ひでえ。フクロウは飛べない鳥だったんだな。え？こっち上がってきなよ。叩き落としてやろう。上がってくるね。よし、いい度胸だ。最低な大人だ。よし、落ちた。ダメだな、ダメージあんまり効かないな。てか、お前強すぎじゃね？いくらなんでも。ゴー！ホロホロの実。これ来たんじゃないの？ミニホロー。特大ホローに。ネガティブフォロー。ネガティブフォローが10ダメージ。10ダメージ。5ダメージ。弱くない？弱くないか？ちょっと。ねえ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 、ちょっと。フクロウ、ちょっと、1回戦目でこんなに苦労するというのはね、完全に、想定外なんですが。よし。来た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 。え、ちょっと、ペローナやりすぎ。特大フォローやりすぎ。毒か、毒だったらいいんじゃねえの。
わお、わお、なんだっけ俺、俺何者なんだっけ。うおー、なにこれ、カタツムリ。おお、なんだっけこれ、あ、スプラトゥーンだ、本当だ、なんか、お、戻った、超かっこいいなこれ。さあこれで負けるわけがない。しっかり巻いておいて、あー毒で壁が溶けちゃった。さあフクロウよ、毒を食らえ。トントの顔負け、わら。さあ毒に苦しんでいるな。ええ、やっぱりセコンド、わら。さあく、うっ、あら、くらえ、ドクク、あぶね、おお危ない、あくっそー、あいたいたい、俺の毒、俺の毒くらってる、前世の俺の毒くらってる、ひどいんじゃないかこれ、いといと、ちょっと毒強いわ、毒痛いわ。空の道、パラサイト、オーバーヒート。よし、とりあえず、行くぜ。あれ？空の道。全然上がれないじゃん。とりあえずね、まだ、どうやら毒で苦しんでるようだから、パラサイト、オーバーヒート。あれ、ちょっと、破壊しすぎだろ、オーバーヒート。あいて少なくともマゼランが頑張ってくれたわ。これ当たってる？動けないんだそれ。ちょっとここに置いて、ここにオーバーヒート打てば爆発で結構ダメージいくんじゃない？ほら、毒から出ちゃった、毒から出ちゃった。ちょっと、何が起こってんだ。爆発の量がおかしいぞ。わらわら、地獄、わら、やめろって腹筋かく割れる、カオス、わらわら。ちょっと待って、あ、まあ、いいや、よし、ちょっと待って、多くねえか敵。 OK 何が起こってるか全然わかんないけど、なんとか通れない。オッケー、こっちから行こう。通れないって、だからこれ。アイスボール使いやすそうだな。で、これが？これはまあ、アイスエイジね。まあ、大量に氷が出ちゃう。こっちがアイスブロック。アイスボールとアイスブロックの違いがよくわかんないな。最後死ぬ前にものすごい爆音が。あ、あんなとこがだって穴開いてるよ。え？一体何があったの？一体何があったんだよ、四方の塔で。袋生きてるか？ありますよね。わら。ありますよ、もちろん。袋生きてるか？と、まあ、あえて、毒の上に召喚します。さあ。やっていくぜ！あ、効かない。アイスボール。あ、効いた。よし。あ、効いてる効いてる。あれ全然壊せないじゃん、これ。あ、壊せた。ちょっと待って、青生地チートじゃね？青生地チートじゃね？これ。いけるいけるいける。毒に挟まって、しかも、氷の中という。これ、もしかして俺効かない攻撃。やっぱり、え、もしかしてだけど、マジで効かないんだ。あのね、ロギア系はマジでチートだということが分かりましたね。じゃあ、このまま。アイスエイジ。俺も出られなくなった。アイスエイジ。あ、すっげえ。司法の塔、俺はどうしたいんだ。司法の塔がもうダメになってる。じゃあ、あとは夜で切り刻むか、それとも、これを打ちまくるか。それにしても袋硬くないか。よし。
とりあえず明かりを灯して、とりあえず叩きます。どうやら、やっぱりジップがちゃんとついてる。どうやらね、俺は、乃木明けだからダメージ受けないらしいんで、このまま死んでもらいましょう。ただ、一つ分かったことは、こいつ、体力あいつでしょ。弱いですよ、こっち。弱いですよ、ダイヤ剣は攻撃力7に対して20の。3倍の攻撃力の夜で、ここまで。倒すのにはとにかくロギア系で無敵になった状態でボッコボコに叩けなわけで、それでめちゃくちゃ時間かかる。はい、これで見たいですか、カリファとかジャブラと戦うの見たいですか。この後に設定間違ってんじゃないの、敵の体力フクロウだぞ。フクロウ見たい、見たい。はい、じゃあね、フクロウと戦った後の結果がこれでーす。まあ主に青木時代ね、あとはドフィーだね。やめろって腹筋かち割れる。悪魔の身でね、駆使してどん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 敵を倒していって、まあもしロギア系はもう本当に本当だね、ホロホロ最初やらかしたなと思ってたけど、ドフィーの方が終わって、マルセイ族とガープと式の戦いの後のようだ。ちなみにね、これは、一応ね、YouTube で、裁判所まで。裁判所、何があったの、マジでこれ。何があったの。次はね、クマドリとの戦いになります。最終兵器のロギア系はね、もう完全に最終兵器として最後までできるだけ使わないようにしていきます。それ以降のバトルはね、最近、なんか新しく動画サイトとして実況者をね集めていらっしゃるピコっていうサイトじゃない、アプリのね、実況動画専門のアプリがあるんですが、そこでねこの戦いの続きがどん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 アップしていきたいと思うのでね、もちろん再現サーバーはどんどん YouTube で毎週アップしていきますが、ピコの方でこのちょっとカオスな死闘ってのを見ていただければと思っております。よければダウンロードしてフォローしてやってください。ピコピコって言って検索したら多分すぐに出てくると思います。よし、早速インストールだ。ありがとう。